ジャズ航空はカナダのコミューター航空会社。カナダ国内のほかアメリカ合衆国にも路線を持つなどカナダ最大のコミューター航空会社である。メインハブはノバスコシア州ハリファックスのハリファックス国際空港であるがトロントピアソン国際空港、バンクーバー国際空港、モントリオール PL エ,エリオットトルド国際空港、カルガリー国際空港などカナダの主要空港も ハブとして運行している。創業時はエアカナダ参加の航空会社だったが、2006年より独立し、ジャズ航空となった。その後も2011年5月までエアカナダジャズ名で運行していたが、現在はエアカナダエクスプレス名で運行している。ジャズ航空は2001年にエアカナダがカナディアン航空を買収した直後にエアカナダのコミューター輸送を担当する子会社である。 エアー BC、エアーノバ、エアーオンタリオ、カナディアンリージョナルエラインズの4社が統合し、エアーカナダリージョナル社として創業。エアーカナダの親会社でもある ACE アビエーションホールディングズの子会社であり、5000人以上の従業員を抱えていた。その後合併作業の完了後2002年に、エアーカナダジャズブランドでの運行が開始された。2006年2月エアーカナダは、 トロントシティセンター空港を管理するシティセンターアビエーション社がエアカナダジャズに対してジャズが月決めで利用している空港ターミナルの使用契約の更新をしないことを通達してきたと発表したトロント市の港湾局が管轄外にもかかわらずこの問題に介入し空港利用の延長を認めるとしたもののターミナルに利用できるスペースがなかったためにエアカナダジャズは 翌月の2006年3月より、シティセンター空港から撤退した。なおこのシティセンターアビエーション社は、契約が打ち切られるまでに、エアカナダジャズが運行していた、トロント、シティセンターオタワ線に2006年秋より、就航予定だったポーター航空のグループ企業であり、実際に、道路線は2006年秋より、ポーター航空によって運行されている。その後エアカナダジャズは、 道路線に2011年に復帰。2006年より、エアカナダ社の親会社である ACE Aviation Holdings が、エアカナダジャズの株式すべてを売却したため、現在は、ジャズ航空という独立した企業となった。現在の親会社名はコーラスアビエーションである。2011年6月より、エアカナダは、エアカナダジャズブランドを廃止し、これまで、 ジャズブランドで運行していた路線を含む地域航空会社の路線はエアカナダエクスプレスブランドに統一した。ジャズ航空は引き続きエアカナダエクスプレス名で運行を継続している。バンクーバー国際空港に着陸するエアカナダジャズキサスカトゥーン空港にかつてあったチェックインデスク2011年6月よりエアカナダはエアカナダジャズブランドを廃止し、 エアカナダ参加の地域航空会社はすべて、エアカナダエクスプレスブランドに統一した、ジャズビギンズフライングアンダーエア、カナダエクスプレスバーナー。ありがとうございます。